雲の死骸が入ってた受験の。これはね、初。さあ、では始まりました。アマチュアチャンネルです。はい。受けてまいりました。トイック公開テスト第252回トイック L&R。ね、受けてきたんですけども、いや今回はね大変でした。もう遅刻したなと思いましたけど、なんとかね、まあ、30分過ぎて、もう12時半過ぎて、もう受けられることは受けられるんでやばいなと思ったんですが、なんとか受験することできましたね。そう、受験票ね忘れてきちゃったんですよ、家に。で急いで取りに戻った。よかった、電車とか乗ってたらおしまいでしたね。気づいてよかった。で、ただそのいつも鉛筆とかそのトイック会場に向かうまでの間に買うんで、だからね、買う時間もなかったので、筆記用具持たずに行きましたね。いやもうずっとで走ってで汗だくのまま受験会場に到着。30分はもう過ぎてたんですけど、まあ、12時半過ぎても一応大丈夫なんで、ちょっとはね。でそれ知ってたんで諦めずに走って着いて、で鉛筆ないんですけどって言って鉛筆借りてやったんですけど、いやもう汗が尋常じゃない。もうずっとねボタ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 って垂れてて、もう机汗びっちょりになってた。すごかった。てかもうマスクがやばかったです。マスクがびっちょびちょ。もうあんなにね不快なマスクはなかったですけど、まあそれでもなんとか受けてきました。はい、それぞれのね感想を言ってみたいと思います。どうですかね。あ、トイックっていうのはですね、フォームが複数ありますので、同じ問題を受けてるとは限りません。ある一定数の割合は同じ問題ですが、それ以外は別の問題なので、全く同じとは限りません。はい。で、パート1に関しては、まあ普通かなっていう感じですかね。結構優しめで、たんじゃないかなと思いますね。特に難しい表現はなかったね。昔よくあった、ああ、あれ、昔よく出たやつだって思った。ただ、同じ選択肢が6問中3問あったから、えって思った人いるかもしれないですね。続いてパート2。今回は特徴的なパート2でしたね。はい、どんな風に特徴的だったのかというとですね、いわゆる直球ですね、の答えが前半にずらりと並んだんですよ。で、パート2の一定数は変化球って言ってですね、直接に返答が来ない難しいものになってんですよ。で、それがだいぶ出てこなかったんで、あれこれ後半変化球だらけになるぞ、やべえ大会だなと思いながらですね、やってたらやはりそうでしたね。後半にもう変化球の嵐、こんなに連続で変化球が出てきたのはおそらく初めてですね。自分が受けた中で初めてだったと思います。いやー大変でしたね。めちゃくちゃ変化球だらけでしたけど、ただまあそんな前回ほど、いやそれは無理でしょっていうのはなかったんで、まあなんとか大丈夫だったと思いますね。でパート3は、まあパート3、4それぞれそこまで難しくはないかなと思いますが、ちょっとね場面が浮かばないかなっていうのもありましたね。いやこれはさすがに浮かばないんじゃないっていうのもありました。はい、まあちょっとね考え事しながらやってたんで、もう本当に大変でした。よくあんなにね邪念だらけで受けることできたなっていうですね。はい。自分を褒めたいと思いますね。本当にそうだと思う。ただ一問も間違ってないと思います。一応全問正解はできた自信はありますね。はい。そして、パート5ですね。パート5は、一問前置詞の問題が難しかったかなと思います。あとは、そこまでかな。ただまあ難しい語彙はちょっとだけかな。トイック知ってる人だったら難しくてもいけるって感じ。それより目立ったのはパート6ですね。パート6の場面が浮かばない人が多かったんじゃないかなと思いますね。問題自体はそこまで難しくはないですが、だいぶ現代化しましたね、トイックの世界。だから10年前の人が読んでも、え？どういうこと？って思うような内容になってる感じがしました。だいぶ現代の内容だなっていう印象ですね。ああ、はいはいはい、今まさにね、この行われている世界でね、行われていることだなと思いながら読みましたね。で、パート7も、まあそれは言えました。同じように現代化がかなり進んだなっていう印象で、パート7の方が難しかったですね。やはり読むのが大変。今回は後半に向けてどん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 難しくなっていった。ダブルパッセージ、トリプルパッセージが難しかったって印象ですね。いやなんというかね、答えのヒントがやっぱりややこしい。そんなとこに書いてあるのかみたいなね、さらりと載ってて、え、それヒントにして答え出すのみたいなのがあって、
辛かったんじゃないかなと思いますね。あともう一つはすごく思ったのはね、あれ、名前どうでした？同じフォームだった人は多分名前に踊らされたと思う。やっぱりなんだかよくわかんないね、どこの国の人のなっていう名前がボンボン出てくるんですよ。それがダブルパッセージ、トリプルパッセージいっぱい出てきたんで、この人一体誰なんだっていうのを常に考えてなきゃいけなくて、この名前の人みたいな感じでずっとね本当に探さなきゃいけなくて、それが面倒でしたね。おそらくあれがね、普通の知ってる花子とかさ、剣とかさね、そういう太郎とかだったらすごく簡単だったと思う。でもなんだかわけのわかんない名前だったんで、非常に間違えやすかった。見事に引っ掛けのね選択肢がその別の人のことになってるっていうのがね結構あった。あ、チャット問題も同じでしたね。チャット問題も謎に名前が多くて、どの人なのかっていうのが分かってないと間違っちゃうようにできてましたね。だこれちょっと気をつけなきゃいけないんじゃないかなと思った。今回の問題は人の名前に注意しなきゃいけないっていう、そういう回だったと思いますね。どうだったでしょうか。いやー疲れました。まあこの後ね生放送をやりますので、そこでまたいろいろね、言ってもらえればいいんじゃないかなと思います。受験された方お疲れ様でした。あ、今回の受験はね、すごい大変だったんですけど、汗だくだったけど、あとあれか、面白かったことが2つあって、って思ったんだけど、一つは受験票って写真ついてる側こう回収されるじゃないですか。それ回収するのを忘れてた、その試験官の人が。やっぱこうジグザグに座ってるからなんだろうね、だから忘れちゃうんだろうね、そのまま縦に行っちゃったんです。そうジグザグでこのね2席目の人がいなかったんですよ。で2席目の人がいなくて4席目が自分で1,3,5って言っちゃったんですよ。そのまま立ちに行っちゃったんですね、その人。で、だからそのまま僕のことをすっかり忘れたままでね、やって、で、途中でね、言った。忘れてますよ、みたいな、ね。あと面白かったのもね、雲の死骸が入ってた。受験の。これはね、初。どっからどう入って、まあ雲だから入れるんだろうけど、それでね、重ねられちゃって、潰されちゃったんだろうね、多分ね。いやー、まさかこのパート7に入ったら、パート7に雲の死骸がいたから、ここで自分がわーとかって叫んだらどうなるのかなって思った。これはね、面白かったというか、まあ初。こんなことがあるんだなと思って、ちょっとね、度肝を抜かれ、感じて、度肝を抜かれた回でしたね。はい。どうでしたでしょうか。受けた方はですね、ぜひ皆様。下に書いてください。なんか他にも面白かったことあった気がするけどな。あとあれか、テスト用紙ではねちゃんと名前と受験番号を書いてくださいね。そう、今回もほとんどの人が忘れてた周り。そう、びっくりした。これ一個ずつ試験官が言ってったんですね。こう書いてください書いてくださいって書いてくださいって言った人の方が多くて驚いた。マジかと思って。そう、忘れないように受験するときね、それによって退室時間変わっちゃいますからね。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。